雰囲気を確認。気をつけて。はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきゃきです。おそらくこれが今年最後の、ガンダムオペレーションネクストの動画となると思います。ユニコーンガンダムレベル6、装甲強化3でございます。初っ端からね、第3がいますね。あんまり第3いる時に入りたくはないんですが、シャンブロちゃんじゃないのなら大丈夫でしょう。はい、なんとか。あ、怖い。おー、怖い。大丈夫、ね、やっぱりシャンプロに慣れてるおかげか、まあ、他の第三がいてもまあそんなに、ね、気にならないというね。ダウンしてもらおうか。さてちょっと1匹で、おお、マジですげえ、速攻で落としましょう。すごいなこりゃ。安心して戦える。お、なんかいる。ここ見逃さない私はさあ早速行きましょう。次は B かな。 B 行こうか。さあ B、 おっ、敵かと思ったらレーダーだった。うん、頭打ち切っとこう今。あら、狙わねえ。あ、壊れたよし、今壊せなかったのはちょっと残念ですが、次行きましょう。さあどんどん行きましょう。こりゃ完全圧勝パターンだね。年末動画としてはこれでいいのかというぐらいのそんな試合になりそうだ。あー、そういえば一つ質問してたんだったな。なんか一平ちゃんの将軍的味食べた後気分悪くなりませんでしたかっていうね質問してたんですけど、うん、大丈夫、あの思いっきり気分悪くなりましたよし、ちょっと戦闘に集中しよう。さあどっかで消えると思うんだよな。大丈夫、これなら当たるよし、オッケー。さあここは使い切って、さあシステム発動がいける。よしね。さあそれでは今のうちに中継取ってしまいますかね。さて早いところここにいるやつを倒してから素早くスピードを使いたいね。よし、終わった。行こう。あ、クマシロウ。あー、やばい、あぶねー、助かった。よし、いいね。これ多分どっかで発動したらすぐ弾込める。よし、ね、カットが完璧だ、味方素晴らしい。いやー、最終戦というかね、年末最後の動画に収録に対してちょっといい感じの見方が素晴らしい。これはもらったでしょ。はい、一気に決めたいね。よーし、ナイス。ここはもらった、ナイス。じゃあ限定で1に勝ってこれからシステム発動して一気に接近。戻った、危ない、危ない、危なかった。味方のおかげで助かった。ここは無理せずガトリングで仕留める。それからこっちは入って、あー、もったいない。ちょっとサイコフィールドが使えなくなってしまったな。もったいないな。大丈夫、でもこの一機を倒せば終わりだ。ん、やる。おお、横から湧いたか。どうだ、あっちか。こっちを倒して終わりにしたいけど、おーし、終わりました。作戦終了。さあ年末、最後の動画となる、ね、ユニコーンガンダムレベル6でございました。やっぱ性能はね、やっぱり抜群にいいですね。あのヒットポイントも高いですし、まあ、最高フィールドもね、かなり、便利な感じになってますんで、そうですね。あとガトリング、まあシステム発動してからのやっぱりガトリングが非常に優秀なんでね、やっぱあのノーマルの状態だとやっぱり乱戦の中でっていうかね、確実にこっち向いてない敵に対して撃つのは有効だけど、まあこっち気づいてるやつに撃つとなかなか当たらないんで、まあきちんとね、あの見てない敵に対して撃ったりとかはありかなと思います。まあそれなりにね優勢に戦えたんで、まあ良かったかなと思います。
あとはね、まあ本当にね、今年もいろいろありましたけど、まあこうやってね、みんなと一緒にね、ガンダム、まあできるっていうのはね、やっぱ非常に楽しかった一年だと思います。まあいろいろね、僕、私の方も今年最初の方って言ったら、あの咳が止まらなくてね咳込んでばっかりの動画だったり、あとはですね、今年やっぱり年末の方にまあ試験もあったりでね、なかなかやっぱりこう、ゲームプレイがね、実況できない期間っていうのも、やっぱ土日しかできないっていうのもありましたね。まあ最近はね、試験終わってから割と毎日なんか出してるけど、その前ってなんか土日で結構決めてなんかやってたんで、まあそういう意味じゃ、まあこれからね、また忙しくなければ、毎日ある程度出していければいいかなと思っております。はい、それではね、ダメージ統計の方ね、与えたダメージ4279の、受けたダメージ337でした。まあね、ユニコーンらしく戦えたんじゃないかなと思います。あとはまあ年末というかね、今年もあと残すところ 5,6 時間ってとこなんで、皆さんもね、ぜひあの悔いのないようにお過ごしください。あとはまあ多分どうだろう、23時から0時ぐらいまでの間に、まあ、年末動画として1本ちょっと入れようかなと思っております。よかったらね、見に来てね。はい、それではね、今日は一旦ここで終わりたいと思います。それでは皆さん、失礼します。